どうも、堀江純です。水割りは違うじゃん、ワインじゃないよ。ちょっとないじゃない、そしてワインをくださいグラスワインくださいあのね、若いね歌手でね、相当人気もあって、新浜レオン君が僕のメモリーグラスを自分の CD に入れてくれたの、カップリングで。ありがとうございます。それで、コンサートにスペシャルゲストって呼んでもらったの。それで、メモリーグラスを一緒に歌ったんだ。あ、その時にいらしたんだ。キャーって聞こえたわ、確か。ありがとう。あ、エマちゃんと、まあそういう気持ちでね、頑張らせていただきますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。え？紅白餅つき大会は出ようと思うんだよね。